Please gather at the Spain Zaka Studio. Sky Rocket Company.さあここからはタルコホットセミナー、本日の特別講師はクレバさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや入ってきた時にですね、外のお客様のこうね、さっきまで僕を見た時はなんか死んだ魚の目みたいな皆さんの目がキラ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 とし始めて、はい、あのドクター K さんじゃなくて僕はマンボウだからドクター M だって言ってたのが恥ずかしいぐらい、やっぱクレバさんこうかっこいいということでございます。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまずはですね、まあ、皆さん知ってると思いますけども、秘書の浜崎くんから本日のゲストのプロフィール紹介をよろしくお願いします。1997年、リトルさん MC ユーさんとともにキックザカンクルーを結成。活動休止後2004年6月にソロ活動をスタート。そして9月8日後のクレーバーの日にメジャーレビューシングル音色をリリース。その後作品のリリース、フェスへの参加、ライブや全国ツアー、また様々なアーティストとの共演、史上初のヒップホップ音楽劇クレバフェスティバルの開催やアジア公演などなど積極的に活動範囲を広げ続け、2014年ソロデビュー10周年を迎える6月18日ベストアルバム K10 のリリース、そして全国ツアーがスタートなるクレバさんが本日のゲストです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。僕夜のラジオやらせてもらってる時に、うん、もちろんクレバさんの名前、そしてキックザカンクルーさんも知ってたんですけど、はい、初めてちゃんとアルバムを歌詞カードも含めて見させてもらったのが、うん、愛自分博のアルバムで、その時に本当に同じ言葉を使わない一枚を通して、やっぱ文字数多いじゃないですか。そうですね。で別に同じ文字を使うことが他のアーティストさんとかでも別に悪いことではないと思うし、うん、気に入ってる言葉ってあると思うんですけど、そこをストイックに言い回しを変えてるところでいやとんでもない人だなと思ってすごいとこに食いつきましたね。はい、ありがとうございます。で一つ一つの曲は本当テーマパークみたいな感じ で、うん、ですげえなと思って、その数年後に出た心臓ってアルバムも、はい、また右心房左心房の、ありがとうございます。仕事と生き方と恋愛とこう行ったり来たりする感じので、僕はもう本当にこの方は飽くなきこう向上心というかミスター向上心って言われたことありますよ。いや俺すごいなと思ってこのやっぱり10年、その向上心に衰えはないですか、ここまで。そうですね、なんかずっと認めてもらいたいという気持ちが強いから、ありますね向上心は。僕そんで今回のベストアルバムもまだ2枚しか聴かせていただいてないんですけどまだ2枚やばいっすね。 まだ2枚なんですけど、やっぱもうすごくて、どの曲もやっぱりで、あの曲も入ってないなとかも思うしでそんな中でやっぱ新曲2曲入ってるじゃないですか、はい、頭とケツに、でそれがやっぱり他のベスト版なのにこの新曲が本当にかっこいいっていう、 ありがとうございます。ところがすごいなと思いましたし、なんかこの10年、この向上心を続けるのにあたって、変わらない部分とか、あとは変な聞き方ですけど、この10年で自分の中でなくなった部分とかってあったりしますか。変わらないものとなくなった部分とかって。先に答えると、なくなったものはなんかこう、はい、無責任さみたいなのがなくなって、なんかこう変な言い方ですけど、適当にやってるのがかっこいいみたいな時期があったと思うんですよ。20代ってちょっとそういう時あるじゃないですか。だからあの、はい、夏フェスとかに、はい、もうビーチサンダルと私服でそのまま出ちゃうみたいな、そういうのがかっこいいと思ってた、そういう感じはなくなりました。大人になったってことですね。大人になった変わらないのは、はい、曲を作るってことはすごくずっと楽しいです、はい、それは全然変わらないですね。苦しいというよりはやっぱ楽しい作業。もちろん苦しい時もあるし、曲できない時もあるんですけど、含めて楽しいですね。その後できたら、その辛さみたいなやっぱり乗り越えてきますから、楽しいです。僕はなんか、僕もだらしなく、例えば芸人でネタ合わせしないで舞台に出るのかとか、酒飲んだ状態で出るのがかっこいいみたいなのが、やっぱこう解散してそんなことしてたらダメだなって思ってちょっと大人になってきたところとかあるんですけど、ただ努力ってことに関してはこうまだ一歩こう踏み切れてないというか。あ、そうですか。なんかこうもう一個努力しなきゃいけないなと思う時に、やっぱクレバさんとか、僕は本田選手、日本代表も
俺ちょっと近い匂いが勝手にしてるんですけどどうですか、黒川さんから見て本田って近い、うん、近いって言ったら言い方変ですけど、なんかあの言うことにあの共感する部分は多いですよ。多いですよね。多いですね、はい。そのやっぱりやればできるし、なんでそれをやらないんだっていう、うん、目標の設定の仕方とかね、うん、はいはいはい、うん、だから1位を取るって結構ずっと言ってたんですけど自分も、はい、だそれもなワールドカップ優勝していくっていう言っていくとか、うん、はい、うん、なんか本当にもしかしたら今回ベスト4そしてもちろん優勝も含めてありそうな匂いもしますしね、うん、そうですね、うん、いけそうな気もします、うん、はい。で僕はだからクレバさんの僕国民的行事って曲好きなんですけど、それやっぱありがとうございます、日進月歩、うん、こう言葉をつむむいでいくのがもう長い戦いになるけど、うん、もうとにかくやり続けりゃ近づいていくんだと、うん、そうですね、それがもう国民的行事なんだと、おナイス DJ、 ナイス DJ、 俺これ言い切れるのは本当にずっとやり続けてるクレバさんだけが言っていい、あ、ありがとうございます、言葉だと思って本当に好きなんですよ、ありがとうございます、すいません僕ちょっと自分の好きな方がいた時に自分の熱量で喋り続けたゲストの方の、はい、俺がこう喋るよりもむしろ説得力があるからすごく嬉しいです、喋ってくれる方が、ありがとうございます、いや本当に。でこのベストアルバムも本当に僕家で聞いてて、うん、ディレクターじゃないのにちょっと勝手にこうダイジェストで作ろうかなと思うでもパソコン持ってないからできないですけどいや嬉しいですね。だってどの曲を今日かけていいのかってもう決まってるんですか、この段階で。あ、決めました。あ、クレバさん自ら決めました、はい、あ、決めていただけたということで、もう早速1曲目いってもいいですか、はい、もちろんもちろん。今 BGM で流れてるのが国民的行事でございます、はい、じゃあ1曲目はその新曲の、はいはい、ベストアルバムの1曲目「全速力」フィーチャリング三浦大知行ってみたいと思います、お聴きいただいたのは、6月18日に、クレバさんのベストアルバム発売になります、K10 の中から、1枚目のディスクの1曲目に入っております、はい、これ新曲の全速力、はい「全速力」ここからベストが始まっていくと、はい、そうです、いうことでございます。そしてこれ一応通常版は2枚なんですね。そうですね、通常版は2枚です。はい、そんで特別版ってことで3枚組とか4枚組とかいろいろ、初回限定版は3枚 CD3 枚と DVD も付くで、はい、予約限定生産版っていう、はい、大辞輪ぐらいの箱の、はい、大きさの箱の、はい、があるんですけど、それは CD4 枚 DVD2 枚、はい、なんか T シャツ、はい、ペン、コースターとかなんかいろいろ写真集とか写真集、写真とか全部作るんですよね。10点セットなんですよね、はい、はい、それも外の方予約したよってか、ああほとんど、いや確かにね、どうせ2枚組から始まるんだったらいや4枚組いっちゃおうってことですよね。ありがとうございます。いやでも相当面白いと思うんで期待しててください、はいはいはい。さっきは男の子が入ってきて今親ってやってますけど、ちょっと K がうまくいってないじゃない、ドクター K の K が裏から見ればわかるから、はい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 今レクチャーが、はい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 、ここが違うよ、ここが本場のドクター K の手つきをこう指導していただいてるということでございますけど、その4枚組も発売になるということでございますけど、そんで僕はこのまだ2枚しか聞かせていただいてないんですけども、うん、そのこの後にこうバーッと2枚組のこの全速力から始まって最後レボリューションで終わるじゃないですか、はいはい、で僕もこの曲調とあとこの言葉、うん、これがもうたまらなくて、いや嬉しいですね。これをベストの、まあ、ある意味一区切りじゃないですか、うん、ここに入ってくるっていうのが、いや嬉しいですね。で僕はこの歌詞の中にある何を捨てて何を重視するんだっていう言葉もすごい聞いてて、クレバさんがこの10年で何なくなったんだろうとかっていうことも聞きたかったし、これから10年この先10年で、うん、このラジオ聞いてる人は多分20代30代40代の働く方が中心なんですけど、はい、ここからのクレバさん10年で何を手放していくと思います自分が、うん、あ、まず自分は、はい、結構具体的な話、はい、まず具体的な話で言うと、物がだいぶ捨てれるようになりました、いろんなものを。でそれは意識的に変えて、はい、あの服だったり物だったり、結構何でも持っておきたいタイプだったんだけど、いつか使うんじゃないかとか、はい、それあったんですけど、本当いろんなものが捨てられるようになりました。でそしたら心もだいぶあのいろいろ片付けられるのがようになってきたんで、まだそういう具体的に物捨てていくっていうのをちゃんとやりたいなっていうのがあるんですけど、はい、一番捨てたい気持ちの中で捨てたいのは
捨てたいけど捨てられてないのはこうやっぱ人と比べてしまうっていうところ、それをもう少し捨てれるようになれたらいいなと思ってるんですけど、ついついやっぱりいいなとか、はい、羨ましいなと思ってしまったりするんで、それを上手に捨てれたらいいなと思ってるんですけどすごい話ですね、いよいよもう20代の時ってそれだけがエネルギーの時あるじゃないですか、ありましたね、チェッつって、はい、負けねっつってね、はい、そのあったんですけど、はい、もうちょっといいかなと思って、そうなってくるとまたこう作る言葉とかも雰囲気変わってきますもんね、うん、そうですね、でね、はい、最近特にこうなんか哲学っぽくなってきちゃったっていうか、はい、自分の考えをこうすごく出すようになってきたから、はい、次のアルバムはねくだらないこと言ってやろうと思ってますよ俺。あ、一回逆にちゃんと振り切っとかないとこれ危ねえなと、なんか俺の好きだった先生とかってすごい怖くて、はい、怖い先生なんだけどたまにやっぱ面白い話1時間授業潰してやっちゃうみたいな先生だからついていこうと思えてたと思うんですよ、はい、だから自分も少しこう抜けたところ作らないと、はい、なんかこうメッセージばっかり発しても届かないかなと思って、はい、ちょっとくだらないこと言ってやろうと思ってます。いやすごい楽しみですベストの後のアルバムってすごい楽しみ趣味じゃないですか、聞き手からしたら。そう、だからくだらないことというよりは、はい、くだらない取っかかりから曲を作るみたいな、まあ、あの例えばなんですけど6月18日18毎月18日はかいわれ大根の日なんですよ。え、月一でかいわれ大根の日来るんですか？いやまあそれ、なんだそれみたいな歌とかね、そういうことをやっていきたいなと。ちなみになんでかっていうと、はい、18の8を1の上に乗っけると、はい、かいわれ大根になるから。ちょっと、はい、1月8日だけに収まんなかったんですかね、残念な、やっぱりね育っちゃうから、育っちゃうから毎月やらないと。そうですね、環境選ばずに結構やっぱ育っちゃうんですから、育っちゃうんすよ、そういうリリックが増えまあ何その取っかかりみたいなものも必要かなと、はいはい、その中にまあメッセージ入ってきたら入ってくるでっていう。いや絶対僕が言うことじゃないですけど、絶対結果、うわめっちゃいい歌じゃん。いや絶対これそうなんですよね、会話をここまで消化させるかっていう言っちゃうんですよね俺なんかね、はい、それ気をつけたいと思います。いや気をつけないでください、ぜひ会話を聞き終わった後にちょっと泣きそうになったりとか仕事頑張ろうと思う、それはあの会話の絡みではなく、はい、歌詞でね、泣かせる方法で、ぜひよろしくお願いします、はい、そしてですね、2曲目に早速いきたいんですけども、はい、2曲目もじゃあ曲紹介の方クレバさんからお願いします。はい、クレバで音色を聴いてください。お聴きいただいてるのは、クレバさんベスト版、K10 にも入っております、はい、メジャーデビューシングルになりますか、そうですね、はい、音色でございましたけども、はい、あの僕家で聴かせていただいてて、勝手にもし曲自分で選んでかけていいんだったら、うん、今日なんだとかっていうのをやるんですけど、はい、一応働いてる方に向けてなんで、うん、例えば井戸目とか、僕はあとアグレッシブとか、ああいいですね、だと来ればいいのにもう好きなんですよ、すごい好き、やばいですね、はい、嬉しいですね。あと一歳合歳がどうしても夏の前後に聴きたくなるんですよ、うん、毎年あ前後いける曲なんですよねあれね、はい、うん、ただでもやっぱり市民のは終わってからの9月半ばぐらいに聴く一歳合歳が、いやこれがねこれがねこう夏前に聴くのもいいんですけど、やっぱ結局ね夏終わりのこう涼しくなってきちゃったの時に聴く一歳合歳たまらんです、うん、ファンに熱く語るみたいな、はい、ファンが優しく受け止めるみたいな、そうですね、喋りながらクレバさんじゃなくて外の皆さんの方に向かって喋ってました、優しく受け止めてくれましたファンの皆さん、あすいません、ちょっと熱くなってしまいましたけど、いや嬉しいです、そういうのすごく嬉しいです、はい、今日もだから本当にレボリューションもこうかけたいけど、うん、でもこれはやっぱりアルバムを買った方にですね、はい、最後こう全曲聴いてって聴くこのレボリューション、全然違うレボリューションだと思うんで、そうなんですよ、いや嬉しいな、その通りなんですよ、はい、本当にありがとうございます。だからなんか僕がかけたいっつってかけちゃいけない曲だとか思いながらとか嬉しいな、ありがとうございます。ちょっとこの流れで一瞬だけ勝ちご飯聴いてもいいですか？もちろんすいません、今日テーマが勝ちご飯なんで、俺はね、はい、あの結構俺の勝負ってなってくるとライブだと思うんですよ、はい、ライブの前は結構唐揚げっすかね、勝ちご飯、あなんか鶏が、はい、鶏の油が喉にいいって聞いたことがあるんで、フライドチキンとか、はいはいはい、なんですけど自分は唐揚げが好きなんで、唐揚げがあったら食べるようにします、はい、うん、いや男性がやっぱ根強いんですよね、世代を超えてみんな唐揚げが好きっていう、なんかね、はい、うん、うまいですよね、うん、もうなんか最近何個食ったのか分かんないぐらい食ってますねリハーサルやってるんで、俺なんか体とかすげえ節制してるイメージがあるから唐揚げとか食わないかと思ってたら、なんかこうリハーサルのこうなんか つまみっていうか、ちょっとお腹空いた時用にあるんですけど、はいはいはい、8割揚げ物なんですよそうなんですか、いやなんか近くのスーパーの影響と思うんですけど、はいはいはい、春巻き唐揚げみたいな、上がってんな、はい、俺もっとフルーツとか食ってライブ挑むのかとかって、ね、イカケソ揚げとか、はいはい、揚げてますね、随分上がっちゃった、上がっちゃってありがとうございます、ありがとうございます、ということで、お時間の方がなくなってまいりました、
の、はい、もっとクレバさんのことを聞きたい、音を聞きたい、見たいという方はどうしたらよろしいでしょうか、うん、まずは6月18日にベストアルバム K 点リリースされるんですけども、はい、あの僕誕生日なんで6月18日誕生日プレゼントいらないんで、あのこれ買っていただけたら嬉しいなと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。でツアーも始まるんですが、東京7月8、9あるんですけど、チケットちょっともうないので、はい、次のチャンスは9月の8日クレバの日っていうの、はい、クレバフェスティバルっていうのやってますから、はい、それ日本武道館、今年は9月7日8日 2days 日本武道館です、うん、すごい。ぜひ、はい、詳しくはクレバ .biz チェックしてください。あのアルバムも来週出ますし、そしてツアーも始まって、はい、ワールドカップも見ながら体調だけ本当本当にそこだけ気をつけてください、うん、でも今回もう大人なんでちょっとサッカー我慢してライブに集中するってこともできます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということで最後にラジオの前の社員たちに一言お願いいたします。うん、目標はなんかあの高めに設定しすぎるのも良くないと、さっきそういう話してたんですけど、うん、はい、あの高すぎず低すぎずの目標を設定するっていうのも大事だと思います。そんな時に僕のベストアルバムがなんかの役に立つんじゃないかなと思ってるんで、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。本日の特別講師はクレバさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 Please gather at the Spain Zaka Studio Sky Rocket Company